おい、来るな。来たらお前討伐してやるからな。おい、モンスターハンター始まったって。これおい、なんか武器ありませんか？武器体験型ちょってませんか？何このモンハンみたいな動き。おい、分かったぞ。お前の攻撃パターン、方向と前突進と爪引っ掛け攻撃ね。オッケーオッケーオッケー、いけ、壊せ。ナイス、そういうことね。ディアブロスを柱にはめるときと同じパターン。くらえ、落石攻撃、危ない。うータタタタータタータタタタタ。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。いつまで寝てたんだ俺は。なんだここ記憶が。待って、この札がもしかして。守ってくれへんのかい。守ってくれるかい。手をテスカドルは。え、待って待って、聞いてる聞いてる。あ、逃げてった。はセーブポイントの札には魔除けの効果があり、近づいた敵を撃退することができます。今言う。ちょっと一旦探索してみないことには進まなそうですね。ユイの手紙、お母さんへ。お父さんが亡くなってから数ヶ月経ちました。今でも涙を流さない日はありません。弔問で伺った時、私はお父さんの死を受け止められずにいて、お母さんと言葉を交わすことすらできませんでした。なぜすぐに知らせてくれなかったんですか？え、行けなかったの？お葬式かなんかに。私たち家族を葬式にさえ呼ばず、こちらが連絡しなければ知らせる気もなかったんですか？キヌさん？一体どういうつもり？お父さんは私にとってかけがえのない人でした。お父さんに最後の別れを言いたかった。私は弱くてずっとお父さんの陰に隠れていました。お母さんと話すのは怖かったんです。嫌いだと言われるのは怖かった。でもお父さんはいません。このままではいけないと、どうしてもお母さんに会って聞かなければならないことがあるのです。9月21日、エイジさんにもミナトにも黙って、私一人で伺います。この手紙にお返事をいただけるとは思っていません。言うまでに私は何度もお母さんに手紙を書きました。けれど一度も返事すらもらえなかった。私はずっと待っていました。9月21日お会いしましょう。9月21日。え、会いに行った日に亡くなったんだ。あの日母さんは一人でキヌさんに会いに行ったのか。やっぱお母さんを殺した犯人はキヌ。10円。若きキヌの式、おばあちゃんだねこれは。姉さんの支度が済むまで佐伯さんの話し相手をしていた時、姉さんと揃いのものだと言って真珠のかんざしをもらった。綾乃さんもキヌちゃんも海を見たことがないと聞いてね。送るなら海のものがいいかなと僕なりに考えたんだ。君たち姉妹はとても仲がいいから、揃いで紙に飾ってくれると嬉しいよ。どっちも好きだったの？そう話す彼からかんざしを渡されると、たちまち私の顔は紅潮し、この胸の高鳴りが彼に気づかれてしまうのではないかと私は顔を伏せてしまった。めっちゃ乙女やんキヌさん。父以外の男性から贈り物されたのは初めてのことだった。厳格な父とは真逆の静かで穏やかな彼の声と仕草、この声をずっとそばで聞いていたいと思った。その時彼が誰に言うでもなくぽつりとつぶやいた言葉は、綾乃さんは蝶のような人だね。彼のその一言は、先ほどまで私の方を焦がしていた熱を一瞬で奪い去ってしまった。失恋ですこれ。胸の高鳴りは消え失せ、脈さえ止まってしまったかと思うほどに、姉さんに送るもう一本のかんざしを愛おしそうに指で撫でるような彼が誰のものかを私に思い知らせた。綾乃姉さんは確かに蝶のようだ。風に流され、雨に濡れることを嫌い、美しい羽に触れれば傷ついてしまう。綺麗で弱く脆い綾乃姉さん、私の手のひらでさえたやすくぐしゃぐしゃに握りつぶしてしまえる。今はまだ姉さんに触れられるのは私だけ。あの白く細い首に手をかけることができるのも私だけなのだ。殺しました、確定です。あの妖怪は綾乃さん、殺したのは絹、そして浮気していたのは、浮気ではねえか、浮気じゃねえな、佐伯じいちゃん何も悪くねえな。綾乃さんが好きだったのにキヌに殺されたから、あ、じゃあ綾乃さん死んだから、じゃあ妹でっかって言って妹と結婚したんだ。悪いのは全部キヌだ。降りていいの？何これ、
キヌちゃん。いただきます。今夜のご飯は黒い油のようなもので固まって取れない。あ、これを火打ち石で薪がないとつけれない。あ、違うんかい。火を起こせばこの塊を溶かせるかもしれない。どっかに薪ないっすか。薪、キヌちゃんじゃねえんだよ。薪を探してんだよ。薪を。薪ちゃんどこ。これは使えないな。あ、薪違うわ。薪ちゃんどこ。一応しゃがむか。マキちゃん、俺とやろってのか。縄張り争いなら得意だぜ。今だ、逃げろ。一旦読みますか。これ若き最地の手記。宮間家を訪れた際、庭先で綾乃さんとキヌちゃんが連れ立って歩いているところを見かけた。綾乃さんは少女のような屈託のない笑顔でキヌちゃんと話していたんだが、僕に気づくと先ほどまでの笑顔は立ち所に影を潜めてしまった。なんで。スースー気がついていたのだ。彼女が目をやる先に誰がいるのか、彼女がそばに行ってほしいと望む相手が誰なのか、それが僕でないことも。え、綾乃さんも好きな人いたの。最地失恋、失恋夫婦だ。じゃあ僕のおじいちゃんとおばあちゃんは純愛じゃない失恋同士の夫婦だった。脊髄が痛む。ごめん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 ね。ちょっと実況してて、これ俺のお仕事だから。ごめんごめん。綾乃さん、俺仕事で喋ってるだけなの。無視してるわけじゃないんだ。待って待って、どこまで逃げればいいんですか。綾乃さん、すいません、もしかして大好きだったのは僕のことですか。ここね、隠れれますか。井戸の下に隠れれませんか。どこまで行って隠れればいいんですか。これもう本当に無理じゃん。これどこに行っても。まあ、じゃあこのトイレの中にどうですか。神、やはり昔からトイレに神は宿ると言われていたけど本当だったんだ。これトイレだよね。臭い。ちょっと気になったのがさ、追いかけられるときに糸が、あ、なんかある。濁った水面に何か浮いている。拾いてー。でも今は拾えない。何かアイテムが必要なんだ。オッケーオッケー。あ、これ巻き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 、全員巻き。よし、つけるぞ油に火を。ここだよね確か。よし、飯やっと食える。俺お腹空いてたの。行くぜ。マキと火打ち石をセット。俺のターン。豪華の炎を召喚。これでひどい匂いだ。え、美味しくないのこれ。マジ、これはもしかして熱々の。いや、深く考えるの。え、なんなのなんなの、気になる。うんこ、うんこ似てるのこれ。釘抜きの鍵。あー、釘抜きの鍵。釘抜きの鍵って何？あれ？釘抜きじゃないの？あ、待って、書いてるくね？あ、あった！釘抜きなど！釘抜きなっとうとこ行こう！はい、見つかると思ったかーい！多分あいつ奥行きます。手前に来たらさすがにびっくり。おい、上に行ったくね？え、待って待って、上に行ったくない。お前ふざけんな、帰ってくんなって。おい、おこっち来んな。バレたー。このままじゃ、こ、殺される。ここだ、ここでしょ。来たー。で、ここに行かせていただくとバレないんですよね。いや、よくできてるこのゲーム。ちゃんとね、ちゃんと見つかるんです。ちゃんと見つかります。皆さんもプレイするときは気をつけて。なんで2回殴ってくんの。なんなん、ちょ、マジでなんなん。ここならどう。そう、あ、よかった。もうほんまにね、足速いしさ、索敵能力高すぎやしさ、マジで何、見つかったらしゃあないぐらいの気持ちでどんどん行こう。
キューベイ様、絵皿の惨事、商談の折、拝見した絵皿、見事なものでございました。私のような若輩者の目には一見すると少々物足りない絵皿と映りましたが、よもやあのような仕掛けがあろうとは夢にも存じませんでした。冷たく澄んだ水を差してこそ誠の美しさを表す絵皿とはひたすら感服いたしました。またぜひ拝見したく存じます。絶対絵皿出てくんだろうな。そこに澄んだ水を入れるんだ。あ、あった、エンマえ、待て待て、釘抜きでよくない？なんでエンマ？どういうこと？カッコつけんなよ。お前モンハンの武器名みたいな名前つけんなよ。釘抜きにエンマで釘をぶち抜くんだ。そうするとなんと下に行けるんじゃないの？よいしょー、ここもんーバチコリーで、奥側の釘も、あ、手前だけでよし。ここなんか降りろとか言わないよね。あ、降りるんかい。うわ、絶対なんかささくれとか刺さりそうと思ったら下がなんか切ったな。まあ、これで新たなステージに進んだぞ。若き絹の手記、おばあちゃんの手紙かな、おばあちゃんの日記か。私は綾の姉さんに意地悪をするようになってしまった自分で気づいとるんかい。わざと口を聞かなかったり、そっけない態度を取ったり、拙い連情が私をそうさせる。私が理不尽な意地悪をしても、お姉さんはそのわけすら聞かず、泣き出しそうな顔で、キルちゃん、ごめんね、許してね、という。姉さんが謝ることは何もないのに。秋の夕暮れ、姉さんと二人でもみじ狩りをしに神社の参道から山に入った。私が姉さんの手を引いてやると、嬉しそうに微笑んで私の手を握り返してきた。近頃の意地悪な私の態度を咎めることもなく、姉さんは優しい。めっちゃいい人やん。幼い頃から秋になると、こっそり屋敷を抜け出しては二人きりで赤く染まる夕暮れと紅葉を眺めてきた。晩秋の冷たい風が吹くほどに繋いだ手の暖かさが感じられた。けれど、このぬくもりも今年で最後なのだろう。来週には、姉さんは佐伯さんと祝言をあげることになっている。え？結婚するんかい？私も遠くないうちによそい嫁に出されるはずだ。絹ちゃん、もみじ、綺麗だね。来年も一緒に来ようね。無邪気に目を覚めて、そういう姉さん。人の毛も知らないで、姉さんは私を苦しめている。いつもそばにいた姉さんが離れていってしまうこと。恋慕っている佐伯さんが姉さんと一緒になること。私は言い表せないこの醜悪な感情の苛立ちを、とうとうぶつけてしまった。もう二度と来ないわ。佐伯さんに連れてきてもらえばいいじゃない。いつまでも私に頼らないで。私はそう言い放って、繋いでた手を乱暴に振りほどき、姉さんに背を向けて歩き出した。溢れ出す涙を、姉さん見られたくなかった。うわぁ、やりたくなかったのに。お姉ちゃんにやっちゃったんだね。後ろから、置いてかないでーと、小さく消えりそうな、違いました。もう一回言っていいですか。後ろから、置いていかないでーと、小さく消えりそうな声がした。私は聞こえないふりをして、一人で山を降りてしまった。あの時、綾の姉さんも泣いていたのだろうか。うわぁ、あれだね。ボタンの鍵。あ、ボタンってどこだっけ。お姉ちゃん好きだったのにアンチコメをしちゃったみたいな。好きな配信者だからこそすごいアンチコメントを書いて気を引くようなことをしてしまった的な感じですよね。そういうなんか元視聴者からのアンチコメントが一番効くんだよな。知らないどこぞの初コメのやつがアンチコメしてきても全然気にならないけど。おーい、後ろにいたんじゃないの今。気のせいか。来るの？来ないの？来る？来ない？来る？来ない？どっちなんだい？来ない？いやー！あ、これで、こうしたから、こうできるんだ。実況力のなさ。これで、そう。この、つっかえ棒を外したから、意外とバレません、これ。これ意外とバレません。相手あっち行きます。これ意外とバレてません、これ。逃げろ！どこに？どこに逃げるんだ？一周回っちゃう。フリー！赤い札発見。あ、いかいやー。おいあげる。俺の髪燃えたよ今ので。来ましたこの時間、唯一の俺の癒しタイム。話整理しようぜ。
あのさ、おばあちゃん、あのお姉ちゃん、おばあちゃんのキヌさんのおばあちゃんのお姉ちゃんね、おばあちゃんのお姉ちゃんは意外と悪くなくて、サイチさん、あのおじいちゃんも多分あんまりは、あん、まあ、というわけでいきますか。いろいろ探索してみますか。まだ多分いろんな場所が開けたから。あ、なにこれ、下僕のなくし物。参った参った、どうしたものか、大事な鍵をなくしてしもうた。便所に行くまで持って行っていつまでかなくしてしもうた。みんなに知れたら泡ごと大ごとじゃ、久兵衛様に叱られる。大事な鍵、なにそれ、これかは？あ、中庭行けるようになったとか。ここがボタンかーい。たまたますぎるんだけど。これなんもないの、中庭って。これは井戸桶？あ、さっきなんか井戸に沈んでた何かあったよね。そこに入れるんだ多分。覚えとこう。で、これが若き最地の四季さん。行方知らずの綾乃さんが戻ったと知らせを受けてから一向に会うことは叶わなかった。いたずらに時だけが過ぎていく。再三見舞いを迫ったが、久兵衛殿。久兵衛殿ってあれかな、最地さん、あ、綾乃のお父さんか。綾乃と絹の。綾乃は具合が悪いというばかり。うつうつと日を過ごす中、突然宮間屋敷に呼びつけられ、久兵衛殿は鬼の形相で僕にこう迫った。綾乃は重病に侵されている。綾乃に会いたくば、絹と結婚し、宮間家の人間として生きる覚悟せよ。心変わりしようものなら生きて返さぬぞと。綾乃さんのそばにいられるなら僕はどうあっても構わない。一も二もなく了承した。まあでも願ってもないよね、最地にとっては。暗いホラー穴の、暗いホラーの底、牢の中に綾乃さんはいた。なんで？なんという姿になってしまったのか。恋焦がれていた彼女は影も形もなく人根すらないようだった。綾乃だったんかい、あいつ。綾乃さんの姿にもう増し、姿にも増して恐ろしいのが絹ちゃんだった。なぜ絹ちゃんはあのような顔ができるのか。牢の中で綾乃さんに寄り添っている絹ちゃんの顔は恍惚として幸せそうに微笑んでいた。僕は背筋が凍る思いであった。わけわからんて。あ、絵皿あった。これに綺麗な水を注ぐんじゃなかったか。何ここ、お風呂。何これ、フック船長、油差しは。何それ。こっちはまたトイレ、違うトイレか。お前トイレにある生命が飲みたくないねんけど。え、ここは。おいおい、なくした鍵ってまさかこの中か。まさかこのうんちの中に手を突っ込むのかい、突っ込まないのかい。突っ込む。せーの。人生最悪の日だな。いやー一回も掃除してないの。昔のペンションでも掃除しようがないもんね。三義の鍵、古い鉄製の鍵。三義だって。三義って部屋あったよな、確か。あ、ここ？くまモン隠し。久兵衛殿に仏壇に飾られているくまモン隠すように命じられた。赤のくまモンは神棚に、青のくまモンは中庭の石灯籠の脇に埋めた。え、重要じゃん。神棚と中庭の石灯籠の脇。隠したことを久兵衛様に申し上げると、下僕の私に頭を下げて礼を言われ、その顔は月物が落ちたように穏やかであった。は？なんで？綾乃様亡き後、久兵衛様はシューズラ道という行く、シューラ道を行くかごとく険しい顔になり、六人眠らず書物を読みあさり、血眼になって何かを探し始めておられた。あの穏やかで、どこか悲しげな面持ちに私は胸騒ぎがしてならなかった。その後、久兵衛様は行方知れずになってしまった。赤のクワモンは神棚に、青のクワモンは中庭の石灯籠の脇。クワモン？神棚ってどこだろうね。ここー。最地の式。私が仕事から戻るとユイが今で泣いていた。慌てて駆け寄った時、ユイの顔も制服も血で汚れていることに気がついた。そしてユイの震える手には息絶えたカナリアが抱かれていた。13歳の祝いに私が送ったカナリアだった。ユイって娘だよね、最地の。俺のお母さん。訳を聞くと、喉が渇いて仕方がないという。いくら水を飲めども収まらず、たまらなくカナリアの血を飲んでしまったと。なんで？何事もなく育ってほしいと願っていた反面、このような日が来ることを恐れていた。
私は愕然としたが、このままではユイの心は壊れてしまう。赤子のユイを初めて腕に抱いたとき、この子のためなら何も言わないと誓った。母親によく似た私の宝だ。私は泣きじゃくるユイに血を欲する性分は私譲りのもので、あ、怖がらせたくないがために黙っていたと偽ったんだ。ユイの性分は私のせいにすることで、ユイの心をこのように繋ぎ止めておくことができると思ったのだ。すまないと謝って泣く私に、ユイはお父さん泣かないでと言ってくれた。いい子。それから私は、たびたび肉屋で血を買い求め、それをユイと共に飲むようになった。私バンパイア、いいの、吸っちゃっていいの。石道路、これか。泣くね。なんかの脇っつってたよね。あ、あった。こんなん見つからないでしょ、初見。え、埋めた？埋めた？おい、スコップないの、スコップ。ちなみに関西と関東でスコップとシャベル認識が違うって知っていましたか？一旦神棚行ってみるか。ブイーン。ここのどっかに隠したって言ってたよね。ここか？ここか？ここか？ここ？あれ？なくね？嘘つき久兵衛です。てかそらそうよな。何十年前の話って話よね。久兵衛が隠したとか言うの。神棚があるが手が届かない。ジャンプしろー。なんで神棚。まあでも久々に井戸来たから、井戸のナンバーズの中身取るか。これ音がでかーい。なんでキャッチできた。ナイスキャッチ。左解雇の木札、どっかで使うんだろうな。ここはお昼休みの学校のトイレ。そう、ご飯を食べるときずっとトイレにいたから。ここはトイレ、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 ほんまに？ほんまに？嘘！俺は学生の時の能力が発動した。昼休み、弁当を食べる友達がいないからさ、トイレで食べんねんけど、物音を立てずに、鍵を潜めながら、トイレで食べる。あの時の能力が、まさかのここで役に立つとは。マジかよ。来た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 。そう、なんかたまにね、昼ご飯菓子パンとか食べるんですよ。でもそういう時、パリッって音がしたら、その小便とかしてる同級生にバレるから、ゆっくーり開けて、ゆっくーり菓子パンの袋を開ける能力を、俺は持っていたんだよ。それでバレることなくトイレで飯を食っていた。どこに水出てんのこれ。あら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 、水が出るような。あ、これに絵皿を刺すと、なんということでしょう。絵皿に模様が浮かび上がってきた。何の模様これ。鮮やかな色合いの美しい絵皿。あ、これでもしかしてあれじゃないですか？絵皿を飾るところあったっすよね。どこだっけ？え、言ってなかった？え、俺勝手に行った気になってた。ここ行ってなかったんかい。生まれたばかりのユイを抱いて街へ出かけてから約20年。ユイも結婚し、私は深山家に戻ってきた。私が戻ったと言ったとき、拒みも歓迎もせず、キヌは、そうですか、と一言返すだけだった。ユイのためとはいえ、見捨てるような真似をした私をキヌはさぞ恨んでいるだろう。そらそうやな。町で暮らしている間も罪悪感に苛まれ、彼女たち姉妹忘れたことはない。いつか必ず戻ると心に決めていた。そして今この時も私は綾野さんを思っている。まあ浮気男ですね。島村先生が自死なんで死んだの。私が離れ誰もいなくなった深山家で、キヌはたった一人で綾野さんを守ってきた。毎日欠かさず綾野さんの世話をする。世話してたの、あのバケモンを。戻ったとて、私は綾野さんに触れることはおろか、近づくことさえできず、ただ牢の外から二人を眺めるのみ。あのような姿になってまでも綾野さんは絹を持っているようだった。それがとても口惜しいのだ。今もなお私は絹を羨み続けているのだから。若かりし頃、綾野さんと会うたび、その白い肌にしなやかな髪に触れたいと思っていた。しかし結局私は彼女の指先にすら触れることができなかった。私はどうしても諦めることができない。もう一度綾野さんに会いたくてたまらない。ゆいは確かに綾野さんによく似ている。けれど綾野さんではない。屋敷にあった
岐阜久兵衛の手記に記された虚ろ。岐阜は彼女を戻すという見出していたのか、ここに書かれていることが誠であるなら、どのような手を使ってでも私は必ず綾乃さんを取り戻す。あ、すべてのアイテムがここにありましたね。とりあえずキャタツ行くか。キャタツのとこ食らえ。キャタツ、これで登るんでしょ。これで手が届くはずだ。もう伸びるよな、お前の手、ルフィみたいに。あ、やっと揃っ、え、あ、もしかしてこれ4つ揃える間。あれあれ、あ、どう、危ない。あ、そうじゃん、俺玄関勝手に頭の中でさ、そのモンハンみたいな登場の仕方やめてもらっていいですか。お前人王がかよ、登場の仕方何マジでじゃマジなんなん。もういけるっしょ。ちょっと無理やり行きます。足音さえ立てなければ別にバレないでしょろ。ちらっ、いない、いない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 。ここ行ってなかったね、そういえば。ここにもしかしてショベル的な何かがあるんじゃな、あったー。なんて読むのこれ、スケ、スケさんゲット。これで掘ればいいんだ。どうしてわからなかったんだ、1時間ぐらい。えいてりゃー、きた、青。これで全てつながった。この青のクワモンをあそこにセットすれば俺の勝ちってこと？わ、やっとできた。泣いちゃったもう、向こうさん。仕掛けが多くなった。これを、あ？動かす？あー！すべてわかりました、これ。この、くるくる回るやつをルービックキューブみたいにこう回すと、どういうことやねん！ヒント。鮮やかな色彩、色彩の美しい絵柄。あ、上に緑、右に青、下に赤、左に黒。上緑、上から緑、青、赤、黒ね。はいはいはい。ってことは、緑、こうしてから、こうすると、なんと、すべて、うまくいくんじゃないの？馬俺、IQ5 兆。文庫の鍵。文庫、やっと来た、文庫。ちょっと、うんこ、文庫の鍵行こう。あんなさ、変な鍵の形でさ、開くとは思えないんだけど、ここ。鍵穴どここれ。え？そこかい？そこなんかい？穴に見えんかった普通に。なんか文字化けかなんかと思った画面。新たなとこ来た。何これ、生命眼。これは10円。あ、なんだこの BGM。 あ、もうエンディングじゃない。サイチが気を高ぶらせながら姉さんの元の姿に戻すすべを見つけたと言ってきた。醜いと姉さんから目をそらし、ゆいを連れて逃げた男がひょいと戻ってきて、今さら何を言ってるのか。確かにな。私は綾の姉さんは醜いと思ったことは一度もない。どれほど歳月を重ねても色褪せることのない濡れカラスの長い髪を溶かし、唇に紅を刺す。私がずっと羨んできた美しさ、あの頃と何も変わらない美しい綾の姉さんのまんま。最初私から姉さんを奪おうとしている。そのようなことはあってはならない。うわ、勘違いだねこれ。私は全く持って耐えられない。最初に綾の姉さんを渡さない。真珠のかんざしを庭の井戸に投げ入れた。真珠のかんざし、何度も捨てようとして捨てられずにいった真珠のかんざし。最初にかんざしを取ってほしいと頼むと、必ず取ってやるから心配ないよと言って笑った。かんざしを取ろうと井戸を覗き込んでいた最初の背中に私はそっと身を寄せ抱きしめた。どうしたんだい絹と優しい声がして、いいえ、何でもありませんと答えた。そして力の限り押して井戸に突き落とした。最初に触れたのはあれが最初で最後だった。あ、ありがてえ。これが欲しかったんだ。これで終わりだー。よし、これがもう最後の扉でしょ。ここでラスボス戦が始まらない。え、な、最終決闘場みたいな感じでさ、なんか1対1の始まるとかじゃなかったの？ What？ 生命丸、古い写真さん。何ここ、どこ、
めっちゃお札貼ってない？初めて来る場所だよね。アイテム持っていません。鏡が見当たらないよ。鏡を探せばいいのね。オッケーオッケーオッケー。あ、医師島村さんの日記。ヨハンに激しく家の戸を叩く音で目が覚め、表へ出てみると深山家の下男が慌てて寄せて駆け寄ってきた。山に入ったっけ行方知らずとなっていた綾乃さんが戻ったので見てほしいというのだ。私は耳を疑ったが、往診カバンを抱え雪の舞う夜間深山屋敷へ向かった。綾乃さんは妹の婿さんに駆け寄り、絹さんかに駆け寄り、寄りかかり虚空を眺めながらぼんやりと座敷に座っていた。さぞひどい状態だろうと案じていたが、見るとどういうわけか傷一つない。初冬に一月も山にいたと、一月は山にいたの？寒い時に。そこはかとなく不気味さを覚えた。綾乃さんが戻って一月、彼女は未だ言葉を発せず一日中部屋でぼーっとしている。誰が話しかけても軽く目をやるばかりで反応がない。ただ金さんがそばにいると安らぐのか体を預けて微笑んでるような顔をする。幼くして母を亡くした姉妹にとってお互いは半身のようなものなのかもしれない。久兵衛殿は気弱な娘であるから怖い思いをして、時口が聞けなくとも致し方ないと言っていたが、どうもおかしいのだ。彼女は浴びるように水を飲めど、食事には手をつけず、あれから一睡もしない。加えて排泄もしない。庭の桜が漫画屋というのに、綾乃さんは日を遮った暗い部屋に閉じこもったまま。昨日、久兵衛殿が綾乃さんに桜を見せようと、部屋の戸を開けっぱなった際、恐ろしいことが起こってしまった。日の光を浴びた途端、綾乃さんがけたたたたたたましい叫び声を上げうずくまり、私は戦慄した。ヴァンパイアじゃん。日を浴びた彼女の肌はひどい火傷を負ったようにただれ、裂けた皮膚の下には赤い肉が見えていた。綾乃さんの体は少しずつ痩せ細っていくのに対し、背は伸び続けている。正確には四肢が伸びているというべきか。小柄だった彼女が今では私の背丈を優位に越してしまった。また以前の火傷もそうであるが、いかなる傷を負ってでも数日のうちに癒えてその後すら残らない。この異様な変化にも増して恐ろしいのが、時に綾乃さんがじっと私を見ているのだ。落ちくぼんだ目をギラつかせ、まるで獲物を見るかのように。危惧していたことが現実となってしまった。久兵衛殿は決して人目に触れぬよう離れに綾乃さんを隔離し、世話はもっぱら絹さんがやっていた。ところが離れに入り込んだ下女を綾乃さんは噛み殺し食ってしまったのだ。その夜、久兵衛殿に医者としてできることはないかと告げると、綾乃を見捨てんでくれと悲痛な声で泣きすがり、旧友のあまりに痛々しい姿に、私は胸が張り裂けてしまいそうだった。綾乃さんの死亡診断書を書いた、生きてるのに、医者としてあるまじき行為であることは承知の上で、友のため私は手を汚したのだ。殺人をもみ消すため、下女の遺体を替え玉とし、療養の末、綾乃さんは亡くなったと偽装した。人を襲うようになってしまった彼女を守るにはこれしかない。久兵衛殿と相談の上、花屋の隠し通路からつながれる地下牢に幽閉することになった。綾乃さんは帰ってきて4度目の春が来た。彼女は未だ世の中で生きている。鳥や牛、時に人の血をすすりながら、美しかった姿は見る影もない。鼻は埋まり、左目は潰れ、代わりに昆虫の単眼のようなものが複数形成された。青白い背と腰に、蚕の背にある文様とよく似たあざができていた。ああ、今となっては絹さんを伴わなければ綾乃さんに近づくことすらできない。もし私一人で近づくものなら、彼女はためらいもなく私を引き裂いてしまうだろう。時折姉さんが腹を痛がると絹さんが言うので、見てみると腹の中に何かが動いている。綾乃さんが戻った当初より、彼女の腹が徐々に膨れているのには気がついていた。妊娠？栄養失調による腹水だとばかり思っていたのだが、恐ろしいことに腹に子がいる！もし私の見立て通りであるなら、もう6年も妊娠していることになる。あの日から9年、私はいつまで正気を保ってられるのだろう。え？最地？お前腹に取ったんか、あれ。友の久兵衛も消えてしまった。今夜、絹さんの手を借りて、綾乃さんの腹から子を取り上げる。この9年で彼女の体は変容し、もはや自ら産むことはかなわない。腹を裂いて子を取り出すより他ないのだ。体の震えが止まらない。怖くて仕方がない。そらそうや。生まれる子は人の形を成しているのだろうか。腹の子は人の子ではないのだ。それがお母さんゆいってこと？じゃあ、絹さんとの子じゃなかったんだ。まだわかんないけど、これ何？え、これ昔の、あれ？綾乃さん？本当に単眼みたいなの出てるね、顔に。綾乃。え、だから、サイチは、昆虫採集が好きだったのかな？
めちゃくちゃ趣味が悪いですね、それ。ここに何か。鏡あったー、来た来た来た。これを、ここにセットするんだ。あー、オッケー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 。これで、開いて。キヌの日記、ユイが死んだ。21日の夕暮れ時に線路に飛び込んだとエイジから知らせがあった。私はこうなることが分かっていた。なんで？弱い姉さんに生き写しのあの子が耐えられるはずなどないのだから。あの日ユイは一人で私に会いに来た。美しいその姿は塔に伏せていたはずの私の醜い感情を連れ戻してしまった。私が愛して私が憎んだ綾乃姉さんの姿そのものだった。やっぱ綾乃姉さんの子供だったんだ。ユイは姉さんの我が物だ。ユイは姉さんと同じ顔で同じ声で、なぜ私が嫌いなのかと問ってきた。私はそれほど知りたくば地下牢に連れて行き真実を見せてやった。ええ、お前は私の子ではない。そして最一の子でもない。あの化け物の腹を裂いて生まれた娘なのだと。血を欲するのも化け物の性であり、最一はそんなお前を憐れんで自分の性分を継いだと嘘をついた。長年化け物の子のお前と飲みたくもない吉を共にする羽目になっていたんだと教えてやった。真実を知ったユイは何も言わなかった。叫ぶでもなく泣くでもなく、ただ牢の前に立ち尽くしていた。その後ユイがどうしたのかは知らない。ただどうなろうと構わないと思っていた。なんで自殺しちゃったんだろう。化け物の娘。マジ？じゃあ俺も化け物の娘の息子だね。からくり箱。あー、これに。はいはいはい。大きなお船お姫様、病解雇。はいはいはい。あー、来た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 。これをいただき、金の鍵。カラクリ箱に隠された金の鍵？ああ、鍵あったね、どっかに。あれじゃない？きちゃー、鍵かかってる。ここで鏡じゃない？やっぱりなー、ボタンの鏡。それをあっちに持っていくと、そう、ぬこさんやればできる子なんすよ。皆さん、お待たせいたしました。一度解いてしまえば、こっちのもんよ。ここにボタン書かれている。で、これを、ゲット。綾乃の日記。キヌちゃんが恨みしいような悲しいような顔で、綾乃姉さんは蝶のようねと言った。その時私は何も答えられず、ただ涙をこらえることしかなんかできなかった。私がいることでキヌちゃんにあんな顔させてしまうことが何より悲しかった。私はキヌちゃんに幸せでいてほしい。私は蝶じゃない。私はまるで蚕のよう暖かい産室で青々とした桑を与えられ、逃げることもなく誰かに世話をしてもらわなければ生きていけない。化け物の時に書いたのかなこれ。眉の中で体を溶かしながら夢を見て、飛ぶことも知らずただ命をつなぐだけ。でも私はそれで幸せだった。キヌちゃんさえいてくれれば。キヌちゃんは地獄に落ちればいいんですけどね。キヌちゃんは思うなら、私はこの解雇室を出るべきなのでしょう。私が消えればキヌちゃんは佐一さんと一緒になれる。けれどどうしようもなく離れがたいのです。佐一さんとの結婚が迫り、私たちに残された時間がわずかであると思うほど、キヌちゃんと過ごす日々が愛おしくてしかならないのです。カイコが産室を出たらどうなるか私は分かっている。だからとても怖い。もし許されるならずっと一緒にいたかった。お、なるほどね。つまりどういうことだってばよ。まあ分かったのは、キヌさんはとっても悪い人で、綾乃さんはそれでも妹を愛してる美しい心の持ち主だったということですね。はい、はい。で、続きは、あ、なんかある。あ、鶴の鍵。サジのような形状の鍵、鶴と文字が彫られている。鶴っていう場所があったんですね。鶴は一体どこにあるんですか。お、気づくかこんな。おい、マジ言ってる制作者さん。え、こんなに近づいて、え、これ
これでやっとわかるんだよ、これで。え、嘘でしょ、これでやっとわかるよ。え、待って待って待って、普通にプレイするね、今こう言って、これでもわかんないの。これでも、これでもわかんない。こんなに首振ってもわかんない。はぁ、あ、マジかよ。これでこうしてやっ、ま、はぁ、あ、マジで言ってる。あ、そういうこと、地図が破けてるから何かありそうだよねってこと。もうマジでわかんないって、そんな。うわぁ、びっくりするかい、こんなんで。え、もうやろうや、じゃあもうしばこうぜ、綾乃。やっとるやんけ。何がホラーゲームやねん、あんなモンスターやろ。ボコボコにしたら、女なしばくんやろ今から。マジやっとるやないか。何これ、綾乃の殴り書き。キヌちゃん置いてった。キヌちゃんは辛そう泣いていた。キヌちゃんは私を嫌いになって再三を好きになった。キヌちゃんが泣くぐらいに私が消えてしまえばいい。彼女に会った、真っ白で綺麗だった、泣く私を抱きしめてくれた。彼女は糸を吐いて私と一つの前になった。前の中で私は溶けて彼女と混じってしまった。え、ユイのこと。私が追い詰められていく。私が私でなくなっていく。たくさんのことを忘れてしまった。忘れたところは彼女になってしまう。彼女は私を食べ続けている。喉が渇いて仕方ない。お水をちょうだい。真っ赤の水。牢の外にいるおじいさんは誰。綾乃、綾乃と泣いている。綾乃はきっと私の名前。おじいさんが牢の中に入ってきた。私の頭を撫でて泣いている。キヌちゃんが笑って食べていいよと言った。え、キヌちゃん美味しいお水をくれる。優しい声で私を呼んでくれる。嬉しい嬉しい。キヌちゃん私の宝物。助けて助けて、怖い怖い。キヌちゃん忘れてしまいそう。彼女は私をほとんど食べてしまった。私は私がわからない。え、ユイが食べた。お願い、私の覚えているキヌちゃんを食べないで。キヌちゃん忘れてしまう前に私を殺して。え、待て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 。え、ユイと綾乃は一体化した。え、じゃあ待って、線路で引かれた人って誰。で、この牢の外にいるおじいさんって多分最長おじいちゃんだよね。え、どういうことどういうこと。今まで全てスッキリしてたのに。あ、何、恋魚来るなら。何これ、日記。キヌの遺書。綾乃姉さんは何度も血を吐いて動かなくなった。毒が入ってることを承知で、え、私が用意した血を飲み干してくれた。こうするしかなかった。病に侵された私の命はもう長くない。そしてここはじき湖の底に沈んでしまう。年老いて枯れ枝のようになった私の細手ではもうどうすることもできない。私がいなくなったら誰が姉さんの世話をしてくれているのだろう。毎日体を洗い爪を切り髪を溶かすのだろう。人目にさらされれば姉さんがどのような扱いを受けるのか。化け物だ、狂人だと恐怖と好奇の目で見られ、犬畜生以下の扱いをされるかもしれない。そのような惨めな思いを姉さんにさせられない。ああ、自分が、え、待って、キヌさんいいやつ説。キヌさん自分が死ぬから、そしたらお姉ちゃんはどうするのって言って、お姉ちゃんと一緒に無理心中しようとしたのか。私が最も恐れたのは姉さんを忘れてしまうこと。病に蝕まれ私の記憶は少しずつ揺らいでいく。耐え難い頭痛に苛まされながら夜ごと床につくたび、明日目が覚めたとき姉さんを覚えているだろうかと不安で押しつぶされそうだった。私はみんなを殺してしまった。父も佐一もユイも。ああ、やっぱユイは死んだんだ。そして姉さんさえも。一人残された私は少しずつ縄に首を絞められながら苦しんで死んでいく。ごめんなさい、私は姉さんの本当の気持ちを知っていたのに。それに甘え嫉妬心から姉さんを傷つけた。強く姉さんに見入られ、だからこそ姉さんが憎たらしかった。悪いやつではあるな。初めから姉さんは私の胸の内を全て知っていたのだろう。私がどれほど醜く残酷な妹か知っていて、それでも綾乃姉さんは誰よりも私を思ってくれた。姉さんは日が落ちると屋敷の中の明かりを灯して回った。目も足も衰えた私が転ばぬようにと。いいやつ。シワだらけになった冷たい私の手をいつも優しくさすってくれた。ほとんどのことを忘れてしまっているはずなのに、私を忘れないでくれた。もうそれで十分。どのような形であれ、私たちは幸せだった。いつか終わりが来ることも分かっていた。このような方法でしか姉さんを救ってやれない私をどうか許して。あの日姉さんが何かと混じってしまったのか、姉さんが書いた彼女が何だったのか分からない。でも私も彼女のように、姉さんと眉にこもり溶けてしまえたらとずっと願っていた。誰、彼女。
あ、待って待って待って、あ、そう、ホラーゲームだったから忘れてた。閉じ込められた。何してんのお前、誰と混じったんや、言ってみ。おい、来るな、来たらお前討伐してやるからな。おい、モンスターハンター始まったって。これおい、どうすんのこれ。ちょ、待って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 、なんか武器ありませんか。武器、体験型落ちてませんか。何このモンハンみたいな動き。おい、分かったぞお前の攻撃パターン。方向と前突進と爪引っ掛け攻撃ね。オッケーオッケーオッケー。だから俺がすることはなんだこれ。杭の名は天井伸びている、強い衝撃を与えれば壊しそうだ。なるほどね。どうやって、はぁ、あ、分かった、こうやって来るのを利用して、ほっ、いや壊せや、はっ、いや壊せよお前。せーの、せーの、いけ、壊せ、ナイス、そういうことね。もうマジでモンハンディアブロスを柱にはめるときと同じパターンで、これ最後もせーの、なんでやねん、なんで普通になってくんねんお前。その攻撃してこいよ。オッケー、俺ごとなくていいよ、だからここ潰してくれ。せーの、なんでやねん、ちょちょ一回離れないとか。オッケーオッケー。あ、その技、そう、その技してほしかったの。ちょっとね、一旦ちょっと誘導してから。そう、モンスターも一緒なんですよ、こうなんか離れてる時にする攻撃と近接攻撃別なんで。俺ごとやれ、なんでやねんなんでやねんじゃあもうホラゲじゃなくてアクションシローゲームだってこれ。違うだろ作者。あ、来い、ナイス。これでどうなる、崩れちゃうんじゃないこの地下牢。天井の岩が今にも落ちそうだ。どうする、俺ができることは、そうだ、これを引っ張って終わりだー。くらえ、落線攻撃、危ない。うたた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 たまだ捕獲だね、これ討伐してないから。どうだ、覚えているんだ妹のこと。キヌちゃんはもう死んでしまったよ。どうすんのその岩。え、もしかして、いやだ、見たくないそんなの。とどめを刺す、刺さない、え、嘘、そんな俺に綾乃さんのこと刺すでしょ。このよくもやってくれたな今まで。まあ確かにかわいそうですけどね、これもキヌさんが望んだ未来ではあったことですし、ちょっと非情だったかもしれないですけど、まあ化け物を人の世にのさばらせるわけにはいきません。捕獲失敗、討伐、こうやって死なせてあげることが綾乃さんのためだったんでもないでしょうか。あなたを許すことはできないけれど、それでも話をしたかったよ。そうだね、話し合ったら何か未来は変わっていたのかも。誰にも、父さんにすら話してない。あなたに毒を飲まされても死ねなかった綾乃さんは、あなたを縄から下ろして助けようとしたんだ。そうなんだ。キヌさんを抱いて玄関先まで運んだんだろう。それで病院まで連れてかれたのか。綾乃さんは最後までキヌさんを呼んでいたよ俺は綾乃さんを殺してしまった。すまない。そう、え、そう思っていたのに、え、綾乃さんは消えていたんだ。格殺失敗？彼女の亡骸をあのままにできなくて、埋葬しようと戻った時にはもう綾乃さんの姿はどこにもなかった。眉になってる。どうやって逃げ出したんだあの大岩のところから。
穴の開いた巨大な眉と地面を這う真っ白な無数の蚕だけだった。第二形態になったってこと？おい、バッドエンドじゃねえか。もしかすると綾乃さんは今もあなたを探しているのかもしれない。そんなこと言ってる場合か。ここは時期湖の底に沈む。言ってたね。なんで沈むんだろう。もうここには来ないよ、さようなら。どうなっちまうんだ。逃げ出した綾乃さんは。あ、え、あれは序盤で見たやつ。伏線回収。ここでまさかの。たとえこの渇きに生涯苛まれることになっても、俺の中にどんな血が混じっていても、それでも俺は人として生きるよ、綾乃ばあちゃん。スキン出てきたって。え、デッドバイデイライト。おい、いらんってこれ。おい、来たろう。え、あ、あ、来た、しゃ、おら、ぶっ壊れろ。こんなん壊れてまえばええねん、普通に。早く全部出せ、10円。俺の飲み込んだ10円玉全部出せよ。あ、来ちゃー。あれ？え？私は信じたい。何これ。え？なんと素晴らしいポスターなんだ。なんでテンション上がってんのお前。俺は信じてる。やめて。怖い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 。このホラーゲームって一番怖かった。今主人公が一番怖い。我がオカルト研究会のバイブル、月刊オカルトの最新刊じゃないか。 UFO が日本に漂着していた。江戸時代に書かれた謎の絵巻を徹底検証。全国のオカルト好きの諸君、朗報だ。 UFO の本場は米国とされているが、我々取材班はついに日本での UFO 漂着の証拠というべき絵巻の存在を突き止めた。その絵巻はダム建設予定地の某県愛村の旧から発見され、その絵巻を見るやや取材班に激震が走り、これは UFO に違いないと歓喜の雄たけびを上げたのだった。絵巻には UFO とおぼしき円盤型の船と解読不能の文字らしきもの、そして謎のピチョが描かれている。絵巻を所有するご老婦人によると、これは遥か昔残ったうつろ船という船が漂着した事件を描いたのだそうだ。ここで我々はある推論を伝った。このうつろ船とは UFO であり、この美女は宇宙人ではないのか。奇妙な文字も宇宙文字であると仮定すれば、我々地球人には解読できないものが展開いく。そして調査を進めていくうちに、我々は渡しても驚きの発見をしたのである。それは日本の養蚕起源を記した金色姫伝説。金色姫伝説。金色姫は天竺から壺船というものによって日本に流れ着き、病で亡くなった後、その亡骸が蚕になったとされている。え、この2つの船の名称様子が実に似通っており、金色姫と謎の美女は同一人物であることが可能性ができた。え、今回発見された絵巻は UFO を正確に描いた最古のものと言っても過言ではないのかもしれない。我々は今後調査を続けていく方針だ。え、じゃあ興味深い内容だった。つまり綾乃じゃなくて、あれは宇宙人だったというわけか。実に興味深い。今で我々は勝手に状況証拠だけで綾乃だと勘違いしていた。そう、つまり奴はやはり宇宙人だったというわけか。え、何？何のこの音。え、この音何？なんか、頭が急に、え、なんだ急に、この音は、我々は宇宙人だ。あなたの脳は、すでに支配されているんだ。なんだこれ、え、は、え、宇宙人の声が聞こえた？通信が？なにこれ、光ってる？いけー。なんだ、今一瞬配信が乗っ取られた気がした。え、あ、光ってる。わけがわからん。
なんだこの場所は。 UFO がいたっていうのか。え、ミステリーサークル、この真ん中に何かあるってこと。綾乃はどこに。そして俺はなぜここに来たんだ。まさかこれは。は？は？我がオカルト研究会の憧れ、ミステリーサークルなのか。やめろ、エコーを使うのお前。すごいぞ、この目で本物のミステリーサークルが見られるなんて。だいぶ興奮してるね。あ、なんだ。え、UFO？ なんだこれ。連れてかれる。なんで手振ってんのお前。アルミホイルの帽子が。やっぱ綾乃じゃなくて宇宙人だったんだ。は？何これ、逆ゲー？